エンリコ・ピエラ・ヌンチはイタリアのジャズ・ピアニストである。彼はジャズとクラシック音楽のテクニックを融合させている。レナタ・ブリランティーニとアルバロ・ピエラ・ヌンチの息子である、ピエラ・ヌンチは幼い頃から音楽を学ぶようしつけられた。彼の父親はジャズ・ギタリストだった。1973年に音楽の教授となり、その役職を全うする2年間にクラシック音楽を学んだ。 1975年、彼は指導する立場を離れ、トリオや小さなアンサンブルで演奏するようになった。彼はこれまでに60枚以上のアルバムを録音している。また、セッションミュージシャンとしても多作である。とりわけ、フランク・ロソリーノ、サル、ニスティコ、ケニー・クラーク、ジョニー・グリフィン、ジェット・ベイカー、ジョー・イ・バロン、アート・ファーマー、ジム・ホール、マーク・ジョンソン、リー・コニッツ、 フィル・ウッズ、ビル・スミス、チャーリー・ヘイデン、マッツ・ビンディング、トーマス・ホネスベック、ビリー・ヒギンスといったメンツと一緒にパフォーマンスを行ってきた。1975年に最初の LP を発表。ヨーロッパとアメリカのジャズフェスティバルで彼自身のグループを率いて広く演奏を行った。彼はいくつかの映画のスコアも作曲している。ありがとうございます。